ケットに来てるんですので、さあちょっとこういう酸素をやろうと思って、宿泊してるシェハウスからここまで歩いてみたんですけど、約20分ぐらいで、すごい雨上がりでお天気も良くて青空で気持ちよくて、で昨日の気持ちよくお散歩をして、で今からサバンナを食べようと思ってホールフーズでいろいろ買ってきました。おはようございます、ハチガです。今日は朝から結構雨が降ってたんですけれども、よいしょ、雨が降ってたんですが、雨が上がった後の今すごく清々しい気候です。なんか日本と全然違うなと思うのが、雨が上がった後ってなんとなく日本はジメジメっとした感じがある気がするんですが、ハワイは全くジメジメ感がなくて、とても本当に爽やかで過ごしやすい感じで、ちょっと心配が出しました。で今日は今から心配変わった、ホールフーズマーケットに行ってこようと思います。私が今滞在しているこのエリアが多分歩いて20分ぐらいになると思うんですけれども、今日からちょっとまた空腹有酸素運動をスタートしようかと思い、朝起きて出かける準備をして今歩き始めています。せっかくハワイにいるから、走るのは、きついと、体力的にまだ走れるコンディションではないんですが、歩くぐらいだったら全然できるので、今はちょっとウォーキングからスタートしようかなと思ってます。日中はね、全然めちゃめちゃ歩いてるんですが、朝このお腹が空っぽの状態で歩くのはダイエットのためにすごく良かったので、また今からスタートして、で日本に帰ってからも続けたいと思ってます。比較的朝早い時間だけど結構今いっぱい、では行ってきます。着きました、ホールフーズマーケット。思ったより近かったです。歩いてでも20分ぐらいだけど、景色が本当に綺麗なのであっという間でした。ちょうど今暑くなり始めた感じなんでタイミングも良かったです。じゃあ入ってみます。なんか日本のさくらんぼっぽいのがある。で、ほんとチリが美味しそう。アレルギーじゃなかったら食べたいとこです。いや、すごいブルーベリーが隠れ、ヤニカイジュースですね。本当はアサイーボール食べたかったんですけど、アサイーボールの中にメニュー見たら全部にストロベリーが入ってたので、私は残念ながらアレルギーで食べられません。なのでラニカイジュースのアサイーボールは諦めて別のものを何か食べようと思います。なんか果物がすごい充実してそうだからカットフルーツを食べたいな。
あ、すごいいっぱいある。あ、ブルーベリー美味しそうだけど、いちごが入ってる。マンゴーとブルーベリーだけとかないのかしら。これは焼きたてパンの感じですかね。マフィンとかクロワッサン美味しそう。あ、ブルーベリースコーンも美味しそう。スコーンは3ドル。バタークロワッサンも3ドル。あ、ベーグルは 1.25 ドル。あ、そっか、ベーグルの方がだいぶ安いんですね。バターの値段も違うかな。あ、美味しそう。ベリーシャンティーパルフェ。これはすごく美味しそうに見える。これが有名な、あ、すごい、クッキーがかわいい。あ、この上の方のクッキー美味しそう。全体的にアメリカンタイプのクッキーですね。レディミールについてはほとんどまだ準備がされてないので、ちょっと あ、サーモンが美味しそう。そっか、これはそれ2サイズ、そっか、2個サイズメニューを選んでってやつ。あ、この辺はお弁当が、でもなんか作りたてって感じですごく美味しそうに見える、お寿司屋さんという感じ。ローズのケーキはすごい美味しそうだ。何だろう、何が違うんだろう。これとかこのキーライムのケーキとかめちゃめちゃ美味しそう、あ、ちっちゃいサイズもある。レモンタルト美味しそう。チョコレートラズベリーとかも美味しそう。どうしよう、ケーキも食べてみたい気もするけど、この辺もなんか作りたて感があるんですね。これすごい、チョコレート一個一個ラッピングしてあるんだ。割れチョコ、チーズがいっぱいですね。食パンって書いてある。ジャパニーズスタイルホイートブレッド。オーガニックチョコレート。パルミジャーノレジェルジャーノのチーズだ。美味しそう。すごい
綺麗なお肉。ここがこういう綺麗なお肉が、すごい。ではまだ朝早すぎてないけど、中の席が時間が早いからかまだ全部クローズだったので、今ちょっと外のテラスの席に来ています。ドームから一段が上がった感じの作りになって、外なんですけど日差しもカラフルで遮られてるし、すごい気持ちがいいです。私が買ってきたのが、朝ごはんメニューらしいんですけど、あったかい作りたてコーナーにありまして、ベーコンエッグ&チーズブレックファーストビスケット、6ポンドです。6ポンドじゃん、6ドルです。っていう、結構重い、ずっしりしてます。と、あとどうしてもフルーツが食べたくて、買っちゃいました。こんなでっかい、食べきれるのかな、買ったけど、でなるべくいちごが入ってないのを選んで、でも大体食べられそう、マンゴーとブルーベリーとあとラズベリーとあとブラックカラントかな、あ、そうか、ここに書いてあるんだ、ブラックベリーだ。いやー、すごいめちゃめちゃ美味しそうです。フィッシュというか、これは入り口のところでピッと自分でちぎって食べるようになったのちょっと回ってきまして、どこから食べるのかな、7.8ドル、8は6ドルです。で、あとでちょっと